ボイチェフ・ゲルソンは、ポーランドの画家である。後に、ワルシャワ美術アカデミーになるワルシャワの美術学校の教授も務めた。ワルシャワ生まれた。1844年に、ワルシャワ美術学校に入学し、優秀な成績で卒業して、奨学金を与えられ、サンクトペテルブルクのロシア帝国美術アカデミーに、移って、エイティ・マルコフに、歴史画を学んだ。同校を、 銀メダルを受けて卒業し、1855年に帰郷した。1856年には、パリに移住し、レオンコニエに支持した。1858年には、ワルシャワへ帰り、以後は同志を拠点として活動した。ゲルソンは1865年から、自身の工房で絵を教え始め、1872年には、母校のワルシャワの美術学校の教授になった。 その文化からは、ユゼフ、マリアン・ヘウモニスキ、レオン・ビチューコフスキ、ブアディスワフ・ポトコビンスキ、ユゼフ・パンケービチラが出た。ゲルソンは1873年に、ロシア帝国美術アカデミーの会員になり、1878年に、ロシア帝国美術アカデミーの教授の称号を得た。ゲルソンはまた建築家、美術評論家でもあった。彼の作品は、 愛国主義的な色彩の強い歴史が農村や山を主題とした風景画などで知られる。ありがとうございます。